コロソマは、南米のアマゾン川水系などに生息するカラシンメ、セルラサルムスカの大型淡水魚。水産上重要な食用魚である。コロッマは、ギリシャ語のコロス、短い、相馬、体に由来する。最大で、全長108センチメートル、40キログラムに達する。コロッマ族には本種を含め10種ほどが所属していたが、本種のシノニムとされたり、 ピアラクトゥス族に分割されたことにより、現在所属する原生種は本種のみである。群れは作らない。肉食性ではなく植物質を主体とした雑食性である。大型動物を襲うことはなく、浸水林の水面に落下する樹木の種子などをペンチのような歯で割って食べている。幼魚は銀色で胸部が赤く、ピラニアと酷似する。これは、 ピラニアがともぐいを避ける性質を利用し、ピラニアから襲われないためであると考えられている。アマゾンを売りの小川水系に分布するが、南米の他の地域でも、食用として養殖されている。ミネラルに乏しい水でも生育でき、病気に強いことから水産上重要な養殖魚である。味は淡白で美味とされる。原産地では漁獲もされており、現地名はタンバッキーで、 本種の一般的な通称として知られている。おとなしい性質のために、大型魚との混影に向くが、かなりの大型魚であるために飼育に際しては、大型水槽が必要である。ありがとうございます。